ゼーブルフヘ襲撃は第一次世界大戦中の1918年4月にイギリス海軍が行った作戦で目的はベルギーの主要港ブルフヘゼーブルフヘ港を使用不能とすることであったこの港は近隣のオーステンデと共に U ボートの基地となっていたためイギリス海軍の主要な攻撃目標とされた同時にオーステンデ襲撃も実行された ゼーブルフヘ襲撃時の地図と各艦の位置を示した図、ゼーブルフヘに対する攻撃は、1917年にジョン・ジェリコーによって提案された。しかし、ゼーブルフヘは、ドイツ軍によって強固に要塞化されており、成功法では全く歯が立たなかった。実際、ジェリコーが攻撃を提案する以前から、戦艦やモニター艦による砲撃が幾度も行われたが、 海岸砲台の激しい反撃にあって十分な戦果は上げられなかった。しかもドイツ軍は U ボートを退避させる U ボート文化を1917年に完成させており、艦砲射撃の効果はますます低くなってしまった。そんな中、ロジャー・アキーズ少将が航行を閉塞させる作戦を提案してきた。襲撃は1918年2月に正式に海軍本部によって認可され、 1918年4月21日、キーズ自らが、駆逐艦や魚雷艇、コルベットなどの小型艦艇を主力とする160隻余りの艦隊を率いて出撃した。この中には4隻のモニター艦と8隻の兵塞船が含まれていた。ゼーブルフヘ襲撃の様子を描いたイラスト襲撃は4月22日、深夜に開始され、ゼーブルフヘの防波堤に対する陽動攻撃で始まった。 総海底からの煙幕と4隻のモニター艦からの砲撃に加え、攻撃は旧式となっていたアラガント級、防護巡洋艦、ビンディクティブと2隻のマージーガーのフェリー、ダフォディルとアイリス2によって行われた。この3隻には、防波堤と騎士とを結ぶ橋を破壊するための爆薬を積んだ旧式潜水艦2隻が同行していた。ビンディクティブは海兵隊200名を ブルージュ運河の入り口に上陸させる予定であった。だが、上陸時に風向きが変わり、煙幕の効果がなくなってしまった。法人地を破壊するはずであった、海兵隊はすぐに激しい攻撃を受けて大きな損害を出した。ビンディクティブも砲撃を受け、特定の外に止まることを余儀なくされた。その結果、海兵隊はビンディクティブからの砲撃支援を得られなくなり、 周囲からの攻撃にほぼ無防備な状態となる。そこへ、魚雷艇などが次々と港内に突入して、周囲のドイツ艦や港湾施設に手当たり次第に攻撃を開始し、ドイツ軍の砲台なども反撃したため、ゼーブルヘ港は猛烈な砲火と砲炎に覆われて、大混乱に陥る。潜水艦 C3 は、計画通り橋の破壊に成功し、ドイツ兵は、 防波堤への進路を阻まれてしまう。この功績で、艦長、RD サンドフォード隊員は、ビクトリア十字勲章を授与された。大破したビンディクティブ、3隻の旧式巡洋艦を、ゼーブルフヘコの中央水路に沈める計画は、失敗した。防波堤に対する攻撃の失敗により、コンクリートを積んだ3隻のアボロ級防護巡洋艦、セティス、イントレピット、イフィゲネアは、 激しい砲撃を受けることとなった。セティスは障害物に当たって、水路手前の浅瀬に乗り上げて座礁した。イフィネネイアは、水路の入り口で沈没し、イントレピットは、水路内で自沈したが、不完全な形となってしまった。日付が23日に変わる頃、キーズはこれ以上の戦闘はいたずらに味方の損害を増やすだけだと判断して、撤退を指示する。 校内にいたイギリス艦艇は一斉に港から脱出し、ビンディクティブも海兵隊を回収すると工作艦の手助けで脱出に成功する。夜明け頃にはイギリス艦隊は完全に撤退していた。閉塞に失敗したビンディクティブ。閉塞艦は正しい場所には沈められず、数日間運河を塞いだだけに終わった。ドイツは運河西岸の閉塞艦付近の布団を2つ撤去し、 閉塞艦艦備付近の沈泥を通る新たな水路を作った。これにより、潮位の高い時には潜水艦は閉塞艦の場所を通過できるようになった。港内に沈んだ艦艇も大半が着底程度だったため、3ヶ月以内に完全に復旧した。破壊された鉄橋もドイツ軍の尽力により、短期間で修復された。ビンディクティブのモニュメントゼーブルハヘ襲撃は、 連合国の宣伝により、イギリスの勝利であると広められ、8個のビクトリア十字勲章が授与された。作戦参加1700名のうち300名が負傷し200名以上が戦死した。なお、ビンディクティブは5月実行された2度目のオーステンで襲撃作戦にも参加した。しかし、この作戦もドイツ軍の激しい反撃にあって失敗し、ビンディクティブはこの地で最後を迎えた。 ありがとうございます。